こんにちは、シェアレース大阪まっちゃんです。今日はね、はい、新商品シートカバー出ました。まあ、前にちょっとサブチャンでやらせてもらったんですけど、まあ、値段とかももう決定したんで、ちょっとそれも一緒にねお知らせしようかなと。もう見ます？見ましょう。まあ以前から開発中の商品でサブチャンで配信して変わりました。まあ、物はもう一緒です。一緒のまんまです。はい。はい、じゃあ昔結構前にあった、はい、ハイグレードシートカバーっていうのを、まあ、結構その時人気あったんで、はい、それがちょっと廃盤になって、うん、もう復刻版みたいな感じ。ああ、そういうことですね。はい、一応まあレザーとスウェード調のちょっと。グレーっぽいですね。そうです、グレーで。で、一応ステッチもこのスウェードに似たようなグレーでやってて、うん、まあ、SX ジャパンオシーンでロゴ、うん、その前の時は SX のみやったんですけど、はい、はい、この今回は SX ジャパンでここね、はい、文字が変わってやってます。やっぱここまでね、このラインまでスウェードが入ってるからなんか、そうなんですよ、スポーティー感が全然ありますね。そうです。でまあ、一応後ろも同じような感じで、まあ、後ろはロゴはないんですけど、はい、デザインは同じ。うん、はい、やっぱイメージ全然変わりますね。かっこいいですね。なんかね、普通のうちで出してるブラックのそうなんですよ、レザーよりかはまた全然味が違って、はい、そうなんです。いや、いいっすね。本当にね、愛車をちょっとスポーティー感で仕上げてる方とかやったらすごい合いそうですね。またイメージがガラッと違うんで、うんうん、まあ、一応まあ値段は、はい、6万円税込みで6万6千円。そうですになります。でもちろん新車のパッケージでこのハイグレードシートカバーに変更も可能です。あ、そうなんですね。はい、でその場合は一応パッケージの値段にプラス3万5千円、はい、で、まあ、普通の黒いシートカバーからこっちにチェンジすることができます。あ、そういうことですね。はい、おお。で、まあ、一応取り付けが1万1000円プラス税になります。うん、はい、で一応まあ取り付けできるのがナローワイドでバンのスーパー GL だけです。デラックスは付けれないんで。あ、デラックスとあとはワゴン GL とか。そうです、は付けれないので、ここだけ気をつけてください。で、まあ、3型とか、まあ、1、2型とかに付ける場合なんですけど、もちろん前は一緒で付けれるんですけど、はい、このシートベルトが、前の方やとシートベルトが後付けのやつとかってなると、ここの隙間がちょっともっと狭いんで、うんうん、ちょっとここだけ、まあ、付けれんことはないけど、ここだけちょっと穴がちょっと大きめに開いてしまうような感じにはなるんですけど、はい、一応取り付けはできます。できます、はい、うん、っていうところぐらいですよね。いや、でも本当に、はい、ね、これは僕はすごいかっこいいと思いますね。かっこいいと思うんです、これは。うん、これめっちゃ好きやった前とか。だって松本さんがこれ進化をね、言うたら復刻をそうしたいなと思ってってなってね、こう形にできましたもんね。そうね、僕が入った時ぐらいにあって、多分入ってちょっとしてからまあなくなってしまったんですけど、うんうんうん、あれがかっこよかったなっていうのがずっとあったんで、はい、してやってみてました。ちなみにこれって各店舗にもう入ってきてるんですか？もう入ってきてます。数はそんなに？そうですね、ちょっと少なめではあるんですけど、入ってはいってる。あ、今もう早めに手に入れたい方はね。そうですね、もうすぐ取り付けもできるんで、うんうん、言ってください。もう通販でも購入はできる？はい、もちろん大丈夫です。はい。まあ、取り付けもね、そんなに難しくないんで、うん、通販で買ってもらってご自身で付けてもらっても全然いいですし、はい、まあ、店舗にも在庫あるんで寄ってもらって、ちょっと工賃はかかりますけど、はい、取り付けできるんで、まあ、基本的にこれ被せるそうですだけですもんね。はい、いやー、はい、これはぜひぜひね、購入していただいて付けていただきたいですね。付けてほしいですね。ねえ、はい、いや本当にこのカラーデザインやからこそ何の色でも合いそうですもんね。そうなんです、うん、ぜひご購入お願いしますね。はい、なら今回はこの新商品のハイグレードシートカバー、はい、SX のね、はい、のご紹介ということで、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。